あら、お二人とも今から休憩ですか？お仕事お疲れ様です。そうだよ、お昼でも食べようかと思って。さよちゃん、今日は1時からの予約だったよね。はい、けど少し早く着いてしまいまして。そうだったんだ。それなら時間まで私たちとおしゃべりなんてどうかな。いいんですか？でもお昼ご飯の邪魔になるのでは。大丈夫大丈夫。それに私、さよちゃんに伝えたいことがあるんだ。伝えたいことですか？そう、ちょっと遅くなっちゃったけど、この前のライブ出てくれてありがとう。おかげですっごく盛り上がったよ。お疲れ様。やっぱりロゼリアのステージってすごいね。迫力があるっていうか、会場がロゼリアの空気感に圧倒されてた気がするよ。そう言っていただけると嬉しいです。今回はセットリストにも少しこだわってみたんです。そうなんだ。言われてみると確かにロゼリアの歴史って感じのセトリだったかも。あのセットリストは港さんが出したテーマに沿って全員で考えてきたセットリストだったんです。港さんが出したテーマは誇りでした。それぞれがテーマに沿ったセットリストを考えて互いに見せ合い、それをもとに今回のセットリストを作る予定だったのですが。ん？さよちゃん、どうかしたの？すみません、あの時のことを思い出してしまって。私たちはそれぞれに考えてセットリストを作ったのですが、出されたセットリストが順番まで全員一緒だったんです。え？それはすごいね。曲が同じだけでもびっくりなのに、曲の順番まで同じなんて。私もさすがに少し驚きましたけど、それ以上にどこか納得してしまいました。それと嬉しさも。私たちは今同じ方向を向いている、そのことが確認できたような気がしました。もしかしたらロゼリアのライブの凄みもみんなが同じ方向を見てるからこそ出てくるのかもしれないね。そうかもしれませんね。これからも同じ方向を目指して歩んでいる仲間と共に進んでいきたいと思います。そしていずれは自分たちの目指す頂点へ全員でたどり着いてみせます。そのためにも。そのためにも？まずは日々の練習ですね。ここで気を抜いてしまっては元も子もありませんから。なんだかさよちゃんらしいね。ってもうこんな時間だ。引き止めちゃってごめんね。練習頑張って。いえ、お二人と話せてよかったです。ありがとうございました。